先発して負けるじゃないですか、はい、どうしてたんですか。自分で飯作ったり、まあ、その当時に彼女に来てもらったりとか。やっぱ彼女もローテーションあったんですか。ローテーションはないですね野球はやめてからどうですか。見てて楽しいですか。未だによく見るんですか。いやもう高校時代あれだよね。そうだ、大学で入る時からプロ野球があんまり興味なかったっていう人なんだから今でもそのスタイルあんま変わらないのかな。変わらないかもしれないです ね、 ね、なんかゴルフチャンネルとか見てそうだもんな。あの野球とゴルフやったらゴルフ見てるかもしれないですね。そうだよね、はい、でも一応仕事の関係であのデータ合わせを全部つけてます。つけてます。つけてます。つけてますじゃないんだ。いやこっちはつけてます。いいですね。ブラインドタッチ出てきますか。出てきますか。こうやりながら。出てきますか。大谷選手とか見なってますか。後輩ですよ。大谷は見るときは見ますし、やっぱりこう気にはなります。必ずダルビッシュもそうだし、はい。ダルビッシュも後輩じゃないですか。はい、気にはなります。ええピッチャーばっかりやね。有原ね、ちょっとあの。有原も。はい、あの先発して負けるじゃないですか。はい、どうしてたんですか。飯とか。あでもね基本。上がるじゃないですか、投げない時以外は、うん、で球場である程度試合見てマッサージそこで治療してで帰ってで、投げない日はそこで家帰ってどうするんですか。自分で飯作ったり、まあ、その当時に彼女に来てもらったりとか。やっぱ彼女もローテーションあったんですか。ローテーションはないですね。4本3本柱とかあったんですか。それはマキさんですね。いやいやいや、その当時独身時代だからね。いや 俺はあ学生じゃないですよ。それは学生じゃないでしょ。あのプロ入ってからですからね。結婚したのは俺は27の時です。だから最初のうちはほらそういうのも4年ぐらいは、はい、で2年寮入ってましたから。あそうかそうか、はい、いや僕はそれなんで聞いたかっていうと、うん、自分はやっぱもう打たれちゃうと、うん、もうやっぱりもう人にも会うのもなんか辛くなるしコンビニに行くのも嫌なんで。あそうなんですか。はい、もう全然大丈夫でしたね。でやっぱりまあ分かんない、巨人戦見てる人いるだろうからこんな打たれたくせにこんなとこで勝ってやがったと思ってんじゃないかとか被害妄想の塊になるんですよ。だからもう次の日の朝の飯まで、はい、あのお弁当屋さんあるじゃないですか、はいはい、あったかく出してくれるお弁当屋さん、はい、ありますね。ああいうところ行って多めに買っといてでもう次の日の朝までそれ用意して買うっていう。だから人と食事を約束できなかったっていうのはないですか。いや僕してましたね。だから投げる前の日だけは一切ないですけど、うん、それ以外は今日投げるんで投げ終わったらじゃあ行きましょうとか。負けても関係ない。関係ないです。ああその辺はちょっとだから勝ったら祝杯ですよ、うん、負けたら残念会ですよ。ああ、はい、なんか今のゴルフの後みたいじゃないですか。ゴルフねえ、なんかカッコつけて名前をつけてゴルフの後にね、楽しむみたいな感じ。いやだからその辺のだえ西血液型何型 B 型です。あ俺と同じだよ。でも切り替えはできたタイプなんで。ああそうか、はあ、意外にこうそういうのが俺は引きずるタイプですか。こういう風になっちゃうんで、先発の時は本当に喋らない。こんなによく喋るのに喋らない。じゃあ終わった後女性にはこれですよね。終わった後それ爆発しますよね。天性のおしゃべりが爆発しますよね。大変ですよね。そこでもうこうじゃなくてもう開きまくってるから。やっぱりお酒飲むじゃないですか。はいはい、お酒飲むと僕かなりの潤滑油になるんでめっちゃ喋るようになるんで。だけど本当うちらの投手陣もみんなそうだったよ。あそうなんですか。だからもうその飲み会があってのそう前日来ないじゃん、うん、結局先発のやつらは、うん、ですね。で遠征先とかでもみんなが飲んでると昨日どうだったこう楽しかったよなんて言ったら、はい、くそ悔しいなと思ったけどそいつらやっぱり来ると爆発するね。あやったーっつっておめでとうなんて言ってこうビールでこう、はいはいはい、あの乾杯なんかやるのがやっぱり楽しみ でそこまではやっぱ我慢するっていう。だから格別に美味しいのよ。そうですよね。で、うん、投げた日って結構飲むと酔いが早いですよね。早い、うん、でこれ皆さん分からないみたいですね。でも俺引退して一番変わったのは何って言われて本当に思うのはお酒の味なんですよ。え何ですか。
もうあの時に飲んだビールの、はい、勝った日の完投して一杯目のビール一口目がもうめちゃくちゃうまいじゃんめちゃくちゃうまいで、はい、で、はい、おーって言いながらこう飲んでね、はい、やっぱり達成感と ありますね。だから野球やめて、いくらキンキンに冷えたビールを持ってきて飲んでも、はい、まあ、せいぜい喉が渇いてるっつっても喋りすぎて喉渇いてるぐらいの解説の時はね、はい、それないんですよね。その辺どうですか。いやでもそれはありますね。でも元々はあんまり酒飲まないんで、うん、はい、だから別に酒なくても毎日飲んでるでしょ。シャンパンとか飲んでたんじゃないだろう。シャンパン嫌いですね。トレンディーエースだから僕はワインですとか白ワインですとか。ワインも嫌いですね。あ、そう、はい、あのね、僕はもうシャンパンとかはダメだったんですけど、40過ぎたらシャンパンが美味しくなりましたねいやでも、ね、俺逆あの昔はやっぱりウイスキーじゃないですか、うんうんうん、ね、学生時代もうヘネシーとかもあったからね。いやいや、あの学生時代ウイスキーじゃないですか。ウイスキー、うん、はい、でプロ入ってまずヘネシーに変わったんです、はいはい、ブランデーね。ブランデーね、はい、うん、でやっぱりプロ誰みんな飲みに行ったらヘネシーのボトルが入ってるんですよね。そう入ってた、先輩が入ってた。で、あ、やっぱプロってこういうの飲むんだと、うん、ヘネシーはあのたまに頭痛くなる時あるからそれ多分ね飲みすぎやと思うんですよヘネシー VXOP だろ、どういう意味やと思いながらね、ああ、そういうのがあって、だいたいこう首にこうかかってるんですよ、ボトルにこう先輩の名前が書いてあったりするとね、ああ常連なんだと思いながらねああ今どうなんだろうな、今の選手たち。ああ今の選手、例えばチームの中でそういうのが好きだとか。ああ今の選手ってあんまり聞かないですけど、じゃあ逆に飲みにも行かないじゃないですか選手って。ああで何に金使ってんのかなと思って、あの一応トレーナー雇ったり、はい、運転手雇ったりしてるじゃないですよ、ね、俺らの頃って自分で運転してたけど、はい、彼らはその人を雇ったりして、まあ、そういうので、まあ、自分への投資っていうのはですね、はい、使ってると思うんだけど。だからあと洋服とか、まあ、ブランドもんとか。洋服もだって T シャツとかジーパンもちょっと高いの履いてんのかな。いや、ね、めちゃくちゃ高いの履いてますよ、ね、俺らの頃はジーパンもダメだったんで。でしょ、ジャイアンツはジーパンダメなんですよね。ジーパンと T シャツとサンダルがダメなんで、はい、いやサンダルはどこの球団もダメですけどえ、じゃあ練習場に行く時とか、はい、だからどこの球団もダメですよサンダル。え、俺あの辞める前の頃ずっとサンダルで行ってたよ。いやあの短パンとT シャツで、あの肩痛めてるからそう、あの二軍のところ、二軍のところ、あそこは多分大丈夫と思うんです。あの一軍の球場は多分ダメです。一軍はハムもダメだった。ダメです。あでも一人だけ言いましたけどね。誰ですか。新庄だけあれ今日サンダルで来てましたね、そういや。あ、はい、まあまあね彼はあの違い保険のところで生きているところはあるんですけどね。なるほどね。